第57回スーパーボールは2022年シーズンの NFL のチャンピオンを決める試合である。試合は2023年2月にアリゾナ州アリゾナ州グレンデールで開催される予定であり、アリゾナのフェニックス地域でスーパーボールが開催されるのは2015年の第49回以来である。第56回までの開催地は開催を希望する都市が入札し、 オーナー会議の投票で決定するプロセスを採用していたが、第57回、第58回の開催分からは、リーグの方から、開催候補地に開催に向けた接触をすることが許されるようになった。リーグと接触し、開催を希望したアリゾナ州アリゾナ州クレンデールと、ルイジアナ州ニューオーリンズが、提案書をまとめ、その提案書に対する無記名投票が2018年5月の、 オーナー会議において行われた。その結果、第57回をアリゾナ州アリゾナ州クレンデール、第58回をルイジアナ州ニューオーリンズで開催することが満場一致にて決定した。同スタジアムでスーパーボールが開催されるのはトム・ブレーリ、ロブ・グロンカウスキー、ラッセル・ウィルソン、マーション・オン・リンチといった選手が出場した第49回、大会以来8年ぶり3度目となる。 は、勝利したチーム出場チームは、現地時間2023年1月29日の、両カンファレンスのチャンピオンシップで決定する予定である。ありがとうございます。